固地線をすり抜け煩悩理屈と乱世山積みの道乗り越えてく飲まれたって金運よ曲線とさまよって喧嘩と理想をフィーチャーテレビのパラノイアにビブルー悲しみの向こうの方で果てに振られている力心の視力や You're everybody はあるけど未来も見えねえ両手広げて初めて信じろって歩き直けて捨てた果てない想いをわがまま言うから Let it go, let it go 飛びするんだ夢見た場所と違う場所に出て明日を変えてくのさ彷徨う時代のないもの狙いに Let it go, let it go ふらつかずに未来 Your life This is a dream
してんだろう。頭の中の色褪せ始めたメリーゴーラン、誰に自慢しゃいなよ。心の中の憧れのソーリーのラブソング、地下鉄の階段降りて生ぬるい風に目を閉じて、自分の居場所さえ知らんふりするんじゃない。溢れ出す想い全出して、君だけの世界を回せ、君の無敵の笑顔が太陽になる。明日が晴れますようにって、素直になれないあいつに相談しなよ、なジェラシー。わざとしかとしてんだろう、頭の中の埃まみれのスーツケース、本当はベイビーってんだろう。心の中の靴を履かないシンデレラ、言葉が足りなくて友達も喧嘩して息苦しい、大切だからこそイライラするんだろう。不甲斐ない想い全出して、君だけの世界を回せ、涙は心の大地の恵みになる。綺麗なものばかりじゃなく、悪者にされるあいつも必要なんだ、なぜらしい。スーパースターもソーリーもオカンモリートもメダリストも眠れる夜なんて腐るほどあるんだよ。溢れ出す想い全出して、君だけの世界を回せ、君の無敵の笑顔が太陽になる。未来がちょっと変わったら、素直になれないあいつにありがとうって言ってやれ。やっぱ痛くないな、なぜなし。
じゃない。変わりゆく時代も関係ない。あなたと生きていたいだけさ。愛してる、愛しているよ。何度でも言う声変えるまで。黒田道博のレディオファントム。はい、皆さんこんにちは、黒田道博です。しばらく週一 TV 始まりました。今日も鼻声でございますが、はい、寝起きなわけではございません。久しぶりにちょっとお酒を飲みまして酔っ払って二日酔いでございます。すいません。はい、今日はですね、写真展、本当だったらね、皆さん来ていただいて、空にまつわる写真を皆さんにちょっと見ていただきたかったんですけども、まだ緊急事態が明けないということで残念ですが、配信、はい、だけで皆さんにね、写真展をご覧になってもらいたいなと思っております。で、その前に、はい、収録しておるんですが、なんか落ち着くないここね。後で皆さんに写真何枚かね、ちょっと大野さんが撮ったやつが流れると思いますんで、はい、楽しみにしててください。はい、本日のテーマはですね、黒田エグサ奥田ライブの感想、そしてレインボーラバーズ三代の感想、それと空にまつわるメール、黒田写真で空が印象だった写真があったら教えてください。それと写真展に向けて黒田の質問メール、ふつおたもということで、じゃあふつおたいきますか。これは斉田ちゃんですね。はい、黒田さん、抗原検査キットを使ったことありますか？ありません。はい、うちの人、あ、先週言ってましたね、うちの人の職場は、熱が下がってから3日後に抗原検査をしてから出社することになっているので、先日初めて買って、検査している様子を見てみましたと、的に狙い定めてダイレクトにツバッペだと思っていたら、ツバッペは袋の中にして、それを綿棒で取って液体入りの試験管に綿棒を突っ込んでかき混ぜて、その液体を的に垂らすという方法だったので、ちょっと、科捜研みたいな感じです。抗原検査も PCR 検査も歯磨きと、飲食は、検査結果に影響を与える場合があるそうで、30分以内は禁止。お、よかったら覚えて帰ってくださいと。はい、ありがとうございます。はい、ねえ、まあ、感染者も減ってきて嬉しいことですけども、まだまだ、皆さんね、ケアしながらね。で、うちの人は大丈夫だったんですもんね。うん、はい、それとですね、アミちゃん、はい、公園に行った時に四つ葉のクローバーを探しました。四つ葉はなかったけど葉っぱが6枚、そんなあるんだ、のクローバーを見つけました。リンクも四つ葉のクローバー探してました。探してたよ、ちっちゃい時。その日の夜外でパンパン音がして急いで外を出てみたら花火が見えましたと、今年初めて見ました。いつもパンパン聞こえても何も見えなかったから嬉しいですという、はい、
6つすごいね。あ、ほんと写真、じゃあアミちゃんこれちょっとしばらく持っときなさいよね。僕も四つ葉のクローバーなんか何に入れてたかな、なんか袋にちゃんと大切に、しまったり、最近でもやってたなそれ、はい、なんか幸せを訪れるでしょうね。あ、花火も、そうね、今年は花火大会なかったからね。あとめぐみちゃんですね、いよいよこんばんは、鬼滅の刃無限列車編の放送です。私は鬼滅の話を全く知らない状態で、去年映画をめいっ子たちと付き添いで、ね、見に行ったのですが、それでも映画館を出る時には号泣してました。今日も泣く準備をしてみたいと思います。リン君、鬼滅の刃どんなところが好きですか？なんだろう、なんだろう、分かりやすいところですね。キャラクターがちゃんとはっきりしているのと、新喜劇じゃないですけど、アメリカ映画みたいな、なんかちゃんとこう起承転結が分かりやすくあるっていうところは好きですよ、ね。はい、僕も今夜楽しみでございます。はい、それでは今日の1曲目いってみましょう。ハミングバードです、どうぞ。君を抱きしめるたび怖くなるのさ、どこかに消えてしまいそうで、描いたイノセンス記憶の断片、何かが噛み合わないんだ。風は湿り出し空をまとい、嵐となり襲いかかる、恋籠の中に身を潜めて怯えているのは僕だ。愛に触れた羽ばたきを忘れた、鳥はどこにも行けなくなって、綺麗なまま君の中で太陽が沈んでゆく前に、小さな翼を広げて I need 羽ばたけ。羽ばたきを忘れた、
こにはどこにも行けなくなって綺麗なまま君の中で太陽が沈んでゆく前にあるはずもない永遠を信じて未開と出会って何が悪いと涙を追えば情けないくらいに君を誰よりも愛してるなら小さな翼を広げて愛に羽ばたけ聴いていただいた曲はハミングバードでした。ありがとうございました。それでは、グッサ奥田の感想ライブそれでは、黒田グッサ奥田ライブの感想でございます。はい、楽しかったですよ。まあ最初に感想言いますけども、やっぱ奥田さん復活したのも嬉しかったですけども、単純にもう音楽を一緒に奏でられて僕のテンションがすごい上がったことをもう、まあ、安さんの太鼓のおかげだなと思いましたしね。はい、あやちゃんでございます。奥田さんの元気な姿が見られて嬉しかったです。ハミングバードでサングラスをかけていましたね。おしゃれな安さんな感じにも嬉しくなりました。そしてファイターの声だけになるところ、直前のドラムがあると音がなくなる感じが際立ってその後の声に、なおさらグッときました。よかったです。ありがとうございます。リエちゃんです。はい、まずは安さん復活おめでとう。パチパチ、ライブすごく良かったですよと。1曲目から楽しすぎ、ハミングバード安さんのドラムでやっと聴けてやっぱ超いいと。続々コーナーは画面越しでも熱が伝わってきて鳥肌止まんなかったですと。ファイターは、泣きました。累戦崩壊、クレイさんもめっちゃ楽しそうでしたね。はい、楽しかったです。なんかちょっと安さんあれだね、MC とかでもちょっとおとなしかったというか、猫かぶってるというか緊張してたというか。新岩さんでございます。はい、ついに安さん復活、満を持して黒田エグサオクダライブ本当にお疲れ様でした。ライブが始まった瞬間からステージに安さんが帰ってきたという嬉しさと不思議な安心感でいっぱいになってしまって、きっと黒田さんもそう感じてるんだろうななんて思って見てました。いかがでしたでしょう。安心感はありましたね。そう、今まで何本も配信ライブを見てきました。でも今回は自分の心のいつもと違う場所が反応していました。でも今回ヤスさんのドラムかっこリズムが入ると体が動かされるという感じ、例えば、バビペイライブの時のように聴き入るのではなく音、歌に乗っかる感覚が、強くなるんですと。選曲も明るめの曲が多くて良かったです。もちろんプチ族の3曲も、とてもダンサブルなデカダンス歌いながら抑えきれなくなるほどテンション上がってる、黒田さん久しぶりに見れた気がしますと。アコーでもバンドでも黒田さんのライブの安さのドラムの存在感やっぱり大きいですねと。はい、ありがとうございます。まあまたリラの時に言いますけど、僕帰って録画見たんですよ。で僕もテンション上がっててすごく決めに行ったつもりだったんですよ。それはまあ
無理くりこう自分からやるんじゃなくて、やすさんに乗せられてそうなっていったからすごく楽しかった。で、録画を見るのは楽しみで、で、なんか見たら特に続々コーナーのところやすさん結構映ってるのはいいんですけど、俺がなんか決めに行ったところが映ってなくて、で、オンさんにね、すぐ電話して、オンさん、あれさ、録画ないの？って他に言ってて、ないの？みたいな感じ。残念でした。まあ、はい、しょうがないですね。はい。そして、斉田ちゃんですね。奥田さんがいる、しかも全部の曲にいるっていう嬉しさ。グサ奥田のライブに参加したことがなかったので、やっと見れたという嬉しさでしたと。本当にハッピーな一日でした。ドラムの音に心が弾んだり、シンバルの音に心が輝いたり、今までもずっとそうだったはずだけど、この日は特にそれを強く感じながら楽しみましたと。黒田さんたちもだけど、黒田さんの曲たちも嬉しそう。おお、嬉しいこと言ってくれんね。ジャンピンは去年66と ABC でしかやってないし、かかって公演もなかなか行ってくれないので、その両方を聴けて、この曲が一番嬉しかったです。そうね、なんかやっさんもジャンピン大好きなので、あとはまあなんかそのライブファントムでよく2曲目にやりますけれども、その幕開け感、奥田さんが復活してきたぜ感を出したかったので、ジャンピン1曲目にしたんですけど、はい。あと大声で伝えておきたいことは、茶髪ロン毛の続々最高でした。ありがとうございます。あんま映ってなかったけどねと、鉄くずちゃんですね、ありがとうございます。はい、すごく楽しく、めっちゃかっこよかったです。久々の安さのドラムに終始興奮、そしてかっこいいギターとギターたまりません。画面の前ですげえかっこいい、最高と何度も感じてました。神回ありがとうございました。こちらこそ。ほくろちゃんです。はい、ありがとう。まだ 100% じゃないと言われてましたが、奥田さんの復活本当に良かったです。ドラムが入ることでこんなに音に、厚みが出るんだなとしみじみ聞いていました。リクエストさせていただいたハミングバードとポエポエが聞けて、特にハミングバードは奥田さんにとって初披露なので、無理かなと思ってたけどかっこよくて感動しましたと。ポエポエでの奥田さんの高笑いも最高でした。次はバンド 100% の、奥田さんを、ね、生で見れる日が来るのを楽しみにしています。そうですね。さとちゃんです。はい、祝安さん復活本当に良かったですね。すごく嬉しかった。1曲目からいきなりジャンピンで、一気にテンション上がりました。続々もマジで痺れました。かっこよすぎた。中でもやっぱトカゲはグッときましたねと、うん、そうですね。いい3曲だったと思いますよ本当。ドラムがあるとさらにかっこよく、かっこよかったり楽しかったりする曲たちばかりで、終わるまであっという間でした。すごいいいライブでした。最初に黒田さんがスタッフさんにお願いした通り、映像もやすさんおめでしたね、まだ本調子じゃないことでいつもやすさんより少しおとなしめだなと、無理せず徐々に体を慣らしていって、またバンドでねワイワイできるようになるといいですね。とにもかくにもやすさん第一歩ね、本当に素晴らしいライブでしたと。ありがとうございます。まあちょっとずつね、そしてめぐみちゃん、はい、待望のやすさんのライブ本当にかっこよかったですと。中でも私はやっぱりトカゲの日が最高に感動しました。配信だけどアコースティックだけども、でも画面越しに伝わってくる音の迫力をすごくて痺れました。やすさん完全復活して、黒田バンドのライブが見れる日を楽しみにしてます。それにしてもリング髪伸びました ね、 まあ続々髪が長いのはね、続々コーナーに役に立ちますからね空ママちゃんです。はい、とてもとても良かったですと。待ちに待った安さんの復活、安さんの元気な顔が見れて、ドラムが聴けて本当に嬉しかったです。あれですよ皆さん、本当安さんもそうですけど、一平ちゃんめっちゃ頑張ってくれましたからね
瀬戸里もとにかくかっこいい楽しいのオンパレードを見てる間に、クラスのかっこよさ、歌のすごさ等がダイレクトに伝わってきて、興奮しながら見てましたと。ソロもやっさんの復活喜んでいて、配信も見ながら、やっさんだおかえりとか、ドラムの音だとか言いながら楽しんでみたり、ポエポエではタオルを回しながら歌ったり、大興奮でしたと。バビさんのコメント欄でのおすぎのわざとなフライング面白かった。あ、そうだったの。素敵な時間、素敵なライブありがとうございました。やっさんお帰りなさいという。そう、ババさんはあれなんだよね、あのワクチン接種するからということで2回目か、そう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 、まあ近々4人でもやりましょうよ。ユアンちゃんです。はい、ありがとうございます。デカダンスからのトカゲに大興奮、どっちもイントロ聞いておーとなりました。これを会場で聞きたかったと。髪型を気にするリンクがちょっと可愛く、チャットでバビちゃんと絡むところはみんな仲良しだなと。こうちゃんもいたもんね、あと、季節の変わり目だから長引くコロナ禍の中で、最近ちょっと無気力な日々が続いてたんですが、配信ライブですごく元気もらいました。ありがとうございました。ありがとう、まあ、皆さんもね、本当ライブ配信見て元気になってくれることがやっぱり僕らにとって一番嬉しいので、はい、アイリンちゃんですね。まあ、仕事でね30分間見れず残念でしたということですけども、はい、リクエストしていたトカゲの人は幸せの糸が聞けてよかったと思っていたら、幸せの糸になった途端に、電波がぐるぐるで全く見れなくなり、あら何なのと焦っていると、横にでっかいトラックがどうやら無線とか、妨害電波で回線がつながらなくなった。ああ、それ残念だったね、はい。アーカイブを見ていたら、最初の方では弱々しく喋ってたやっさんもだんだんと後半は元気に喋っていて、ライブが一番のリハビリなのかなと思いました、はい、ありがとうございました。ね、まあもう一回ね、あの手術しなきゃいけないですけれども、まあでも本当良かったです。ちょっとずつですけどね、治ってきて、ゴールがもう間近ということですけれども、はい、はい、それでは、2曲聴いていただきましょう。エグサオクだから何かと、それと、ヤスさんが叩いてくれた過去の、ライブから2曲どうぞ。君め
はい、聞いていただいたのは何か何かでした。ありがとうございました。それではアウトテイクね、レインボーラバーズ見ようぜの感想を聞きたいなと思います。あやちゃんです。レインボーラバーズ全部見ようぜ、たっぷり楽しみました。あと冒頭テイク1の有塚の前のシーン、ミュージックビデオは少しだけしか登場しないけどシルエットの感じとかめちゃめちゃ好きでしたと。今回の企画がなければあの映像をこんなにたくさん見られる、見られなかったんだなと、貴重な機会ありがとうございました斉、斉田ちゃんですね。これは、何気にデモ聞こうぜの要素もあったので、ゲッパービューティーのところのウィウィシーところキンとしました。まああれね仮歌なんでね、ちょっと歌い方も違いましたし、そしてここ数年の力強い歌い方へと変化して、行ったことに改めて喜びを感じましたと、ミュージックビデオだと、君の名はレインボーはカメラ目線がなくて君に出会うそのためには低めの、カメラ目線なので、その両方のアップのカメラ目線バージョンや花柄のピンクシャツ、そう最初はあれで行こうってなってたんですけど、なんかシンプルに白シャツ、
ピンクシャツバージョンを見れたことがこの企画ならではな感じでした。とても嬉しかったです、車内とバルコニーの紹介もありがとうございます。あれですね、実は今回解説の文字が小さくて、漢字ってほぼ読めず、華麗にスルーしてしまったので、次回はしおりルーペ片手に表示、しょうがないな。はい、それでは空ママちゃんでございます。今回も見応えたっぷりな三大関企画すごかったですと。全部素敵でしたが、個人的に好きだったシーンは最初の方の黒田さんのシルエット。ああそうなんだ、みんな有塚のシーンです。有塚と黒田さんのシルエットがとても綺麗でかっこよくて、ずっと見ていられるくらい大好きです。三大関企画で見た後も何度も見返しているほど本当に好きです。他にも貴重な、船の上のシーンや衣装、そして人工的に風を、当てていたという裏話、興味深かったです。何より流れている曲自体が貴重なもの、それをたっぷり聴くことができて贅沢でしたと、毎回思うのですが、全部三大企画は、全て採用シーンだけではなくアウトテイクも、たくさん見れて、撮影の裏側も知れて、全てが貴重なものばかりなので本当に大好きな企画です。また見ようぜ、楽しみにしてますと。はい、まあそういう P もこだわりありますからね。この後そんな話もしてみようかなと思いますけど、はい、まあ、俺の好きなやつ全部使ってって言ってもね、いい作品になるわけがないので。俺あれ見たかったんだよね、ソエピーがさ、船の先端でさ、こう寝転がってこうやって、あのインサート入ってるけどミュージックビデオ、それを撮ってるソエピーの格好が俺多分あれね、昔のスマホに入ってんだな写真。出せばよかったあれと。本当はねピンクのシャツ、多分 あれだよ、そのメインの衣装がド派手だから、もう一つの服も派手だとちょっとねごちゃごちゃしちゃうんで、白シャツに急遽なったんだと思うんですけどね。あれも大変なんですよ、あの使うか使われないかわからないものもちゃんとアイロンがけとかをさしとかないとダメだからさ、俺がしたのか大野さんがしたのかちょっとわかりませんが、かりんちゃんですね。はい、アウトテイク見ようぜを見るとよりその作品に対して理解が深まり好きになっていきますと、虫と呼吸音とかね、臨場感をより感じられましたと。ソエピーの素早く遠いの話や、撮られていてテンションが下がる時の話フレームインするバイクを隠す技術とか、風が吹いてきたとか聞くことができて本当に良かったです。また、歌詞がカンボジアにぴったり合っていて改めて素晴らしいなと思いました。この大地、太陽、旅人だとかゲップアップとか、ね、今は舗装されて生まれ変わった、赤土の道のようにも感じましたと。はい、薄いピンクとオレンジ色の空と、強すぎない太陽の神秘的な空気感、はい、後ろに湖とか、空しかない景色、視界が開けていてとても気持ちいいと、見ているだけで非常に、忘れてリラックスできました。あ、日常ね、はい、ありがとうございましたと。 PS カンボジアがギュッと詰まったようなジャケットとても好きですと、はい、まあ行く前にね、あのカンボジアの資料 DVD みたいなのを見てね、歌詞書いたのでそう、カンボジアを想像しながらあの歌詞は書いた、重い雲とか、あの鳥たちが低空飛行とか、そういう海の湖の上をこう飛ぶような絵を想像して、でそっからレインボーって上に目線を持っていくみたいな感じ、いい曲ですよね、はい、ド派手ではないんですけど、やっぱすごく力強さを感じるし、歌っててもテンション上がってきますよね。はい、それではもうちょっと
アウトテイクは終わりで、空にまつわるね、メール、これだ写真で空が印象的だった写真があったら教えてください。行ってみようかなと。かなちゃんです。はい。空の写真の話を聞いてから、私も毎日空の写真を撮るようになりました。晴れていても曇っていても、並べてみると感慨深いです、はい、私が印象に残っている空の写真はベタかもしれませんが、レディーゴーのジャケット写真と最初の、ルート66の同じ場所の写真です。なるほど真っ青な空で10年が経っているのがとても不思議で、かつあんな青はアメリカならではなのかもしれませんけれど、私の街で見る空にも1年に何度かあんな風に、ね、ものすごく青い空があってつながってるんだなと思って嬉しいですと、はい、そういうことを気づかせてくれた写真です。クロリンは好きな空の写真はどれですか。まあ僕も曇ってても晴れてても、やったって思うのはやっぱあの雨上がりとかになんか偶然空見たら虹が出てたとかいう、僕が撮ったのもあるんですよ虹。あとでどれだろうな、あれは僕がいつもこうスプラウトとか一丁目とか撮ってるバルコニーじゃなくて反対側の方のベランダから撮った、はい、写真なんですけど、後で多分今ポンって出てると思うんですけど、はい、そらももちゃんですね、私は昼の青空はもちろん好きですが月、大好きなので月が綺麗に見える夜空が、好きですと、ね、なかなかねスマホで夜は写真ちょっと厳しいからね、なんか僕も撮れてないですけれども、月いいよね、毎月満月の夜は、日光浴ならぬ月光浴をしたり、持っている天然石にも、月光浴させたりと、空はもう私の影響からか、月が好きなのでよく2人で夜空を見たりしています。なので先日レインボーラバーズ宮崎家の最中にね、久田さんが月が綺麗なことをコメントしてくれたことで、場所は違えどみんなでほぼ同じ時に月を見れたと嬉しかったです。そうですね。はい、そして斉田ちゃんですね、バニラスカイの歌詞カードの写真です。お朝焼けロケのことを黒田さんがツイートで教えてくれたので、場所も、日の出の時間も違うけれどなんとなく雰囲気を感じました。感じたくて2011年9月5日私も早起きをしてずっと空を見ていました。その後歌詞カードが手元に届き、灰色と水色が混ざったような空から、黄色に輝く空まで、私が見た空の色と似ていて喜んでいたことを今でも、はい、いい思い出にしていますと。改めて日記を読み返したら夕方もロケをしていたようなので、明け方の空だと思っていた写真が、実は夕暮れの空なんて、可能性もあるんですけど、まあいいかと。場所は違うけど、同じような時間に同じような空の色を見れて、嬉しかったといえば巨乳の黒田さんが撮ったのかもしれない。どういうことですかどういうことだろう巨乳まあバニラスカイね、なかなかタイミング合わないと見れないですけど、いい空撮れたと思いますね。なんか俺どうしてもなんかその撮影より自分のレントゲン撮ったことの方がすごく印象に残ってる。でその帰りにあれだ、違うか、あれ違うか、じゃあレントゲン撮りに行った帰りにファミレス寄って大野さんがグッドナイトエボリューションの V を撮りたいって言ったような気がするんだよね。そうか、そう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 、
そうそうそう。だってそこの俺ファミレス覚えてるもん。こないだ通った時にそういえばここそうだったなと思って、結構遠い西東京の方面。鉄くずちゃんですね。フィルムカメラで遊んでいた時期には、空単体で撮った、時期もあったのですが、デジカメや携帯の画像を見直したところ、あまり空を見上げていないなと感じました。なるほど。好きなのは雲一つない青空ではあるのですが、小学校くらいに経験したのが、夏に窓を開けてぼーっと外を見ていたら、徐々に空が暗くなり、スーッと涼しい風が吹いていたと思ったら雨が降り出して、入道雲による夕立とは違う天気の変わり方の、だったので、記憶が残っています。うん、なるほど。そのせいか、雨の空もそんなに嫌いじゃないですと。そして、佐藤ちゃんですね。黒谷さんの空の写真で印象的だったのは、2020年5月28日の空ですと。ブレイキングマイハートに使っていた写真だったのかな。すごく好きな一枚でした。そしてその時のツイートもすごく好きです。ちょっと確認します。アイリンちゃんはですね、クロリンがツイッターで上げてくれた写真にはちょくちょく空が映っていますが、私が好きなのはクロリンのベランダから、撮ったであろうスプラウトくんね、を写しつつ空の写真です。うん、最近一丁目さんと写っていることもあって、空も、そちらも楽しみです。一丁目ね、あいつね、種から育つんですよ、何年か前に。で、ちっちゃい器に入れてて、もうほっといたのね。まあ、水はそれをあげるんだけど、で、だん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 大きくなっていって、鉢をもう大きくしていって、で、やっぱね、育ってきて、一丁目がちゃんと木になりたがってるんですよ。で、やばいなと思って、このまま置いといたらかわいそうだし、どっかも捨てれないし、ま、松を木にするのは危険じゃない。で、だからもう今自由にね、結構もうまっすぐじゃなくて斜めとかも生えているから、ちょっと移動してた、いつもの場所じゃなくて。で、この間久しぶりに戻してあげて、なんか してやりたいなと思ってさ、どうしようかな、欲しい誰か。ちゃんと木にしてあげてくれるね。え、あ、マンションの入り口ダメかな。ね、そうなんですよ、木になりたがってるからな、どうしたものかと思いや、ね。はい、それでは続いての曲はですね、レインボーラバーズです。どうぞ。泥で固めたこの
世界のあるべき姿へと綺麗な大空を独り占めしてみろ。君と同じ明日を迎えるためにレイをはい、聴いていただいた曲はリンゴラバーズでした。それではお知らせでございます。この後ハピバ0926、はい、そして9月28日、エグサオグダのリランでございます。で、10月2日、羽田、9日 ABC、10日フチクチライブ、30日、まあ、その間、まあ、いろいろあると思いますが、写真展ライブ今度こそ、ね。そして11月、あの今年終わるぞ、あっという間にまたね、ABC と5日にスペシャル配信ライブを行いたいなと思います。はい、今日もありがとうございました。で、この後あの写真展、ライブするんですが、自分的には空にまつわる曲を選んだつもり
です。で、まあ、ソエピー来てくれてトークも楽しみですし、結構いろんな、まあ、僕の撮った写真もいっぱいあるんですけれども、過去のね、作品の結構空が印象的に残ってるやつをピックアップしたものもあるんですけどもね、はい、楽しみですね。この次の写真展もこれやるんですか、今度こそのやつ、これにプラスして、これにプラスして、はい、わかりました。で、僕の空の写真もまた増えてるということですね、はい。そして来週は10月3日、18時から予定しております。はい、まあ、変わるかもしれません。あ、よし、やっと目覚めてきたそうなんです。昨日ね、あのゴルフ行ってね、ボロボロだったんですよ。めっちゃいいコース、メジャーコース、太平洋御殿場、本物コース、プロも試合、マスターズとかするとこですけど、走行を生かしてもらって、もう気合い入りすぎて、ボロボロになったっていう。言い訳。でも楽しかったです。はい。それではラストね、渡月橋、聞いていただきます。お相手は黒田道弘でした。また来週。恋に泣いた少年はあの
今月今日ララララララ思い出ララララララポカポカララララララ永遠に忘れ